さあ、フォールオーダー続きやっていこうと思うんだけど、前回間違って俺、ダソミは先に行っちゃって、本当はなんだね、古代レベルのゼフォンについて探るって上に書いてあるから、ゼフォン行かなきゃいけなかったんだね。ということで、じゃあ早速行こう。あ、冬山だ。これはエピソード5をちょっと思い出させるな。死にはしないさ。この風で済めばね。そこのブリッカに余計なことは言うなと言ってくれ。すべてのことは予測の範囲内。俺行く順番間違っちゃったからさ、それはそうだね。これじゃなかなか難しい。ダブルライトセーバー所持してんだよね。下手したらここのステージ簡単にクリアできる可能性あるわ。スキルも全部取っちゃったし、現状の手に入れられる限りの。なんか AT-AT とか出てきそうで怖えな、ここ。完璧な着陸。さすが俺様だね。けど通信が未だにひどく乱されてるわね。調整にはしばらく時間がかかるわ。コルドバについて探っておくよ。ええ、終わり次第すぐに連絡を取るわ。まあとりあえずホロマップ見るか。まずまっすぐか。で、黄色のバリア、ここ行けよみたいな、歯磨けよみたいな感じの。え、これ敵じゃないよね。違うよね。あ、よかった。ただのオブジェ。あ、ここか。お邪魔します。放棄された格納庫。あー、ここなんか隠しアイテムありそう。くっそありそう。あ、あったあった。やっぱりね、宝箱まず1個。ここね、宝箱43とかって書いてあったんだよな、全部で。何なんだ。新しい外装の材質。そっか、俺の見た目を変えれるのか。これがブラボー。そしてボガードの朝焼け。これちょっとオボガタさんっぽいな。オボガタ仕様でいくか。マンティスもちょっと変えてみっか、せっかくだし。どうしようかな。あ、これかっこいい。決まり、即決。こっち側だね。BD1 が興味示そうな、示しそうなものの近くちょっと寄りつつ移動するか。まあ、ここにも強いモンスターいるとは思うんだけど、うわー、これ上行きてえな。危ない、あ、危ない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 。あ、これなんか壊せそう。やっぱり。ブオン。もう先に進むか、もう。ブオン。お、敵がいる。え、何かを取り合いしてる。これ1対2か。気をつけろ、BD。ちょっと待って、こいつは危険そうだ。いや、ダブルライトセーバー強えな。先にゲットしていてよかった。やばい、ガーフ。これスキャン絶対できるだろう。あ、ストームトルーパーか。殺されとるやん。相変わらずだな、こいつ。ゲームでも雑魚。ゲームでも雑魚とは。あ、ストーントルーパー、これ、なるほど。ここ、帝国軍の領域なのか、じゃあ。カル、聞こえるかしら。お、来た。本田圭佑。見つかったぞ。マンティスがつけられていたなら、とっくに襲われているはずよ。霊廟を探してるのか。こっちはいけない。違うと願うわ。あ、こっち行けない。回復できたわ。この方法で連中の防御も試してみる。通信防御は危険だぞ。逆に、逆に向こうに探知される恐れがある。おお、強そうなやつがいる。あ、さっきはネズミじゃないよな。あ、うっそ、マジか。待って待って、めちゃくちゃいる、めちゃくちゃいる。ちょっとずるいぞ、ちょっとずるいぞ、ずるいぞ。ちょっと待って、これまずい、これまずい。挟まれてる。え、避けられた、マジか。ちょっと待って、これはよけ、あれだ、フォースでなんとかスローにする。つえー、てか数が多いな。エストビン今3つだからな。スカッツ、いや、こいつ強いな。数で攻めてくるタイプはちょっと強いな。方法で連中の防御も試してみる。ちょっ、
ティムを投げてくれ、BD1。ちょっとホロマップ見るね。ちょっと確認する。上の方か、こっちか。でもこっちもなんかいけそうじゃない、これ。これ違うの、これ。これ隠し通路もしかして。まだ行っちゃいけないところではないか。ちょっと待って、ホロマップ確認。いや、こう一応隠し通路ってわけでもないか。バツって書いてある。あ、なんかあるぞ。やった、これ絶対シークレットでしょ。あ、違うか。あ、普通のエコーか。なんでい。まあでもいいや。ここで何があったんだ。あ、ベイビーの鳴き声。あれ、俺ここ来るの早かったかな。母親が子供をくるんでいた布だ。彼らは逃げていた。確認。ゼフォーの居住者、避難。母親が子供をくるんだ。あ、布の話か。布の話。これ先にこっち来てよかったのかな。でもね、寄り道したくなるんだよな、こういうゲームやってると絶対。あ、これ開けられない。あ、開けられるか。来た。これエストビンが4つ目だった。これは嬉しいわ。これないともやっていけねえからな。4本目。多分1つの星に1個は多分あると思うんだよね、これが。最大値がアップしたんでしょ、ステムキャニスター。これ下行ったらダメかな。シークレット発見。これで降りれる。これ多分下降りちゃダメかな、これ。よし、じゃあ戻るか。やっぱあれだ、寄り道すべきだな。寄り道はすべきだ。これ多分届くだろ。よし、なるほど。で、このなんか糸巻きみたいなやつでしょ。これ壁蹴りか。ここ壁蹴りね。壁蹴りでもしなくてもいいのか。いや、わかんない。よし、ジャンプして。結構あれだな、開けた。ちょっとホロマップ確認しながらちょっと進めていくんだけど、通行可能な。あ、扉がいつの間にか通行可能になってるんですけど。なんかしたっけ、俺。なんかのスイッチ押した、俺。なんもしてないと思うんだけど、まあいいや。あ、電波傍受したとか、なんかそっち系であれか、本田圭佑がなんかやってくれたのか。あ、違う。単純に逆側から開けれるようになったっていう。それだけでした。うわ、いるか。いや、待てよ、なんか、いるね。ストームトルーパーめちゃくちゃいるね。こっち来る？やばい、バレる。普通にバレる。マジか、なんでわかんの？ちょっと待って、これは、全員倒せるか？弱っ。びっくりするぐらい弱い、こいつら。原作再現してるじゃん。完全再現してる。ちょっとでも寄り道もさせてください。絶対なんかあるから。絶対あるじゃん、こういうの。もうなきゃおかしいもん。よし、来た。これで2つ目かな。残り41。何か見つけたのか、BD。新しいエミッター。エミッターってなんだ。今は特に名もない。電子音。 BD1 がスキャンを従っている。文字に興味結構あるな。警告、立ち入り禁止。単純にそれだけ。一切の販売取引の禁止。あ、そっちのことね。立ち入りも禁止と。まっすぐ行っていいのかな。とりあえずちょっといろいろ探検したいな。待って、いる。ドンキーコング64やってる時みたいだわ。あとそれこそ俺何回も言ってるけど、ラチェクラやってるみたい。これどうすればいいの、これ。うっちゃん難関ゾーン。そっか、フォースで止めるんだけど。敵がいるな。遠く行ったな。よし、行くぞ。あ、ネズミ割りしてんのか。
ネズミ狩りしてる時に後ろからやってみっか。隙あり。シェイ。こういうことだな。エコ。ここでまた何があったんです？プラスタンシャイキオン。オスター。ミリエナ。何かがあったんだここで。引き離された家族の残したバッグ。こういうのとか後から出てくるのかな。それとも本当にこれはこれで終わりっていう、それこそその RDR2 的な。死んでるはずなのになんかウニウニ動いてるんでやめてくんねえか。スカウトトルーパー。あーなるほど、ライトツー。あ、これあのなんだっけな、エピソード7かなんかにこんな武器持ってるやついなかったかな。でもこれ3と4の間だから。あ、またいる。バレるな、これはちょっとバレるな。こっちにおびき寄せてきたところ、どうだ、ガードするなこいつ。あ、でもあれだわ、ナイトブラザーよりか全然弱いわ。よし、弱い、こいつは弱い。なんでナイトブラザーすげえ強いじゃん、これ考えたら。こんなん比べちゃったら。ちょっとホロマップ確認して、2箇所か、2箇所あるな。あそこどうやって行けばいいんだ、上の方って。あの鉄パイプだな、鉄パイプ行くには奥の方ぐるっと回んなきゃいけないけど、俺無理だな今んとこ。多分無理っぽいな、多分。素直にまっすぐ歩けよっていう。あ、こっち。あー、でも無理だな、結局無理だ。先にこっちまっすぐ歩けっていう。ジェダイ、マジか。ジャストタイミング。ジャスがするとまっすぐ飛んでいく感じするな。ここ登れるか。お邪魔します。これ、あ、これであれか、向こう行けんのか。敵が上にいるな。これ来るか。下にいるぞ。よし、倒した。まだいるか。あ、そっちか。ジャストガード。じっとしてるバカがいるか。向こうのでもあいつらじっとしてるな。おい、どうした。明らかに目合ってるよな。じっとしてるバカがいたわ、目の前に。新しい衣服の材質。ちょっと待って、これ見たい。あ、これあれか。下の布っていうのが何だろう、これトップスっていうのかな。その色が変わるぐらいか。まあいいや。手を貸してくれ。とりあえず回復して、ここをちょっと登れ。あ、よし、入れる。下に瞑想ポイントある。どうしよう、瞑想するか。するだけしてみるのもありだ。中間地点こっちか。ここっすね、これだ。こんにちは。そうか、瞑想したからこいつら元に戻ってんだ。ジャスガード、よし。遠くのあそこの家行きたいな。これ、あ、なるほど、こっからか。これいけるんじゃないか。よし、来た。あ、でもちょっと邪魔だな。あれ、行けない？あ、向こう行けないっぽいわ。なんだ、向こう行けないわ。なんか宝箱とかありそうな雰囲気したんだけどな。でも意外といけないなって思ってるところに行けちゃったりするとかってあるんだよな、普通に。あら、これ届かない。届くんかい。身体能力高いな、おい。やっぱジェダイは身体能力高くないかな、基本的に。みんなぶら下がるしな、レイにしろルークにしろ。お、いいね。これ何個目だっけな、3つか4つ。4つ目ぐらいかな。何が見つかったんだ。ライトセーバーの新しいスリーブ、いいね。ちょっと待って、一人なんか強そうなやついるな。右肩に背負ってるな、ショルダータックルみたいな。ラグビー選手。これこっち側、ちょっと待って、こっち側じゃないか。ちょっと待って、謎の引っかかり。こっち行ってみっか。ちょ、ホログラム見て。そうだね、こっちか。下に行く必要はないかな。ジャンプ。
サシン。これは左行ってもいいけど、あ、来た。タックルしてきたな。ちょっと上行こうかな。これはなんかありそう。やっぱり宝箱ある。嬉しいな、見つかるの。スコンプリング、うわ、早く修理したいわスコンプリング。まあこれはあれだろう、ストーリー進めていかないとダメなんだろうな、きっと。うん、これはエコーかな。あ、瞑想か。瞑想するか。瞑想ポイント近いな。てことはこっから先ちょっと難しい可能性あるぞ。ローディング入ったし、あのナイトブラザーズ9連続地帯のあそこより難しいところではないと俺は願いたいけど、帝国軍なんかよりも魔女軍の方が強い今んとこ。ちょっと辺り見渡しつつ、宝箱とかエコーとか見逃したくないからな。マインカートコースター、これは二手に分かれてるな。え、こういうのとかさ、なんか、あ、やっぱりあるよね、あるよね。5つ目かなこれ。ライトセーバーの新しい材質。まあこういうの結局あれなんだけどね、そのなんだろう、見た目変わるよぐらいの門の宝箱ってそんなもんしか入ってないと思うんだけど、まあでもね、コンプリートしたくなっちゃうよね、こんな要素用意されてたら。アクション、目に優しくなりました、ありがとうございます。これ下とか行けたりないか。だからそういうところもありそうだよな。これ絶対あの落ちたら終わりでしょうって思ったら下に宝箱みたいな。ちょっと見てみっか。あ、まだ待って、敵がいる。なんなら帝国軍よりこいつらの方が強い。お、橋ん、あ、待て、どこから出てきた今。あー、そっか、巣があるのか。これダブルライトセーバーだったらこいつ倒しやすいな普通に。まあ、まっすぐ行けばいいか。ここもフォースか。あ、待て、タイミング失敗した。見事なまでのタイミングミス。ここら辺かな。いやー、ちょっと待って、怖い怖い怖い、これ怖いな。ちょっと待って、どのタイミングか。ここか。よし、走れ、シャン。おー、ちょっとここ怖いな。あ、待て、また間違った。うわ、絶景ですやんこれ。このまま風に吹き飛ばされてしまいそう。これどのタイミングだ。下見るか。こうか、走れ。よし、くるん、かっこいいな。うわ、待て、嘘だろ。バッファロー、こっち、待て、これ、待てよ。やばい、これを、完全に闘牛士の気分。ちょっと距離は一応取っとくか。よける、今当たったと思うんだけど、今のこれも全部フォースの力です。いや、これ、2体とか出てきたらちょっとやばいかもな。フィラック、目の悪いフィラック。あ、サイみたいなもんかな、目悪いっつったら。音を鳴る方にあの突っ込んでいくっていう。だから列車に突っ込んで、あのサイが死んでいくっていうの毎年何件かあるっていう、そういう情報を得たけど。ホロマップに新しいもん、しまって、敵がいる。ホロマップに新しいもん、嵐の中心を見つけ出す。あー、なるほど。右側もあるな。いや、これはまっすぐ行こうか。こっち側だよな。結構広いな、ここ。ここのステージ広いわ。探検のしがいがあるけれども。あ、会話聞くか。レーション、これご飯だね。多分。メタルギアやってるとレーションってよく聞くわ。動いているやつ。あ、バレちゃった。バレちゃったー。バズーカ持ってるやついる。早く、目線切れ。目線切れ、早く。
あーやっぱ時間が経つとあれだわ。いやそんなことなかった。時間が経つと何事もなかったようにしてくれるかなと思ったけど、そうでもなかった。これ遠くにいるやつを倒すか先に。来い来い来い。あーガードできないか。スモーク弾か。なんだ恐れて逃げたか。スモーク弾か。待って、このダブルライトセイバーだったらさ、囲まれても全然倒せるわ。すんげー強い。あーやっぱダメか。これはジャンプして、よし、これは倒さなきゃダメだ。ん、なんだ今なんかスキャンしたがってなかったか。あー今のもしかしてトルーパー落ちちゃったやつスキャンできたのかな。こうなんか6番地帯みたいなのあるな、ここ、まあ、楽しいけどねこれ。あ待て待て、このタイミングはいかんのちゃいます？ちょっと待って、これ早いかな？不安。よかった。思ったほどあれかな？そんなシビアじゃないかな？これタイミング。やばい。ああ、ここ錆びついてあれかな？俺の体重によって移動しちゃうみたいな。あ、ちょっと待って、これはやばいな、これやばいな。え、大丈夫か？ちょっと初めてのことだから、何がどういう風な動くか分かんない。上にこれ瞑想ポイントか。ちょっと待って、ホロマップ確認で。なるほどね、これあれだな、最終的に一周するパターンだな。ここにたどり着いて多分ここから出てくるんじゃないかなっていう予想なんだけど、どうなんだろう、分かんない、どうなるか全く。よし、もう空中戦楽しいな。ないよね下に宝箱とか。え、向こうすんげえすんごい楽しそうなことが待ってるよ向こう。こんなもの何帝国作ってんの。あ、ゼフォーか。やばい、めちゃくちゃいるやんけ。これはガードかな。間違った、今ボタンミス。 R1 と L1 間違った。ジャストガードじゃないとちょっとね倒しにくいんだよね。前に突っ込んでいかない。よし、適当にガード長押ししててもなんつうの、まっすぐ飛ばないんだよな。スキャン、あー肩パッドつけてるやつか。ストームトルーパーコマンダー、ちょっと偉いんじゃないの。あ、やっぱ指揮官だ、なるほど。